ございます。おはようございます。今日はですね、岡山の玉野市にあります、はい、後ろに見えます瀬戸マリンさんで、今日はですね、平場をやってみたいと思います。で、前回同様ですね、今回淵上くんと一緒にですね、ちょっと勝負してみたいと思います。どういう魚がどういう状況で釣れるか分かりませんけど、2人でちょっとパターンを解明しながら勝負をしていきたいと思います。どうですか？僕初めてのちょっとエリアなんで、あとにちょっとね、松本さんの得意なバーチカルの釣り のお膝元みたいなんで、ちょっと負けないように頑張りたいと思います。では頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、ポイントに到着しました。はい、すぐでしたね。そうですね、はい、割と港から近いですね。見てくださいよ、こんな島だらけですよ。いや、いかに瀬戸内海って感じですね。そうですね、前回と同じように新モデル、うん、そう、新しい、ね、モデルがねありますんで、それをちょっとバーチカルでいろいろ使ってみたいと思います。シャン瀬戸エリアを攻略したいと思います。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、今使ってるやつがレッドフリップの RF642B の UL ですね。これは新製品のロッドになります。同じですね、 642B の UL ですね。 40m ぐらいまでのバーチカルならまずこれから入ることが多いですね。あー、ついたな。あ、ついたな。ついてるけど乗らんねー。はい、今使ってるやつがレッドフリップの 642B の UL ですね。新しく追加で、発売するモデルになります。今までね、レッドフリップの中で一番乗せ上司の竿っていうと、5点の UL ですね、5101B の UL っていうモデルが一番柔らかかった乗せ上司だったんですけど、まあ、どうしてもですね、短竿がゆえにどうしても船の動き、波の揺れに対してどうしても平場の動きが一定しにくいっていうところで、もう少し長めの6フィート4インチの竿の乗せ上司を今回作りました。まあ、レッドフリップ今のモデルは全てチューブラーですんで、まあ、642B の UL これもですね、チューブラーです。でそこそこやっぱり感度が乗せ上司というならも出てますが、結構ですね、使ってもらったらですね、そのチューブラーでありながらこの柔らかさにはびっくりすると思います。おー、来た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 。あ、フェリーパターンでしたね。フェリーパターン、いや今言おうかなと思ったけど、いらんこと言わんと思ったもん。今使ってるのは 642B の UL ですね。まあ、天竜のレッドフリップの中では一番ってことはないが、5101の UL と同じぐらい柔らかい、かなり乗せ調子のモデルですね。なんで結構バーチカルのエリア、高松、明石、松山とかその辺のちょっとバーチカルの深いところとか浅いところとか潮が速いところとかやるようなところでメインに使うことが多いですね。あと僕ちょっとドテラの釣りが多いんですけど、ドテラでも伊勢湾とかあんまり水深がないところでやるドテラ流しの釣りとかでも結構使ったりしますね。
あのディープのドテラで、ね、弾が重かったりすると6102の、ドテラモデル DN っていうモデルがあるんですけども、そっち使うことが多いんですけど、伊勢湾のドテラ流しだと60とか70、60、80グラムぐらいまでなんで、もうこの竿でやってしまうことが多いですね。非常にこう柔らかくてね、あのバーチカルでも竿が曲がってくれるんで、アングラーに対して負担が少ないですね。でも意外とね、魚かかるとね、バットがちゃんと残ってくれるんで、つい最近もこれで結構ちょっと大きめの青いのを釣ったんですけど、ちょっとドラッグ設定してやれば全然魚あげてこれるんで、大物のタイぐらいやったら全然大丈夫ですよ。今回はね、どっちかといえば松本さんのフィールドなので、まあ先に釣られてしまったらこう真似してやろうかな。まあできれば先に1匹釣ってプレッシャーをかけたいですけど、まあ先に釣られてもこう焦らないように。朝からちょっと当たりはあるんでね、なんとかこれを乗せていきたいですけどね。来た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 。お、来た来た来た。お、タイですね。かわいい。ありがとうございます。お、ナイスフィッシュ。250。はい。一匹目ですね。竿がね、RF642B の UL の VDM ですね。今年の8月ですよね。8月に、追加される一番柔らかいモデルですね。ああもう俺ダメや、俺もきっとダメなんや今日。さっきよりはマシかな、同じかな、同じですね。抜き上げますか。はい。なんかさっきより可愛くなったような気もするな。まあ、着底後 2-3メーターぐらいですかね、でぐーっと重くなってきて、多分後ろについてたんですよ。無限に発火だ。でその後なんかコツコツっと当たり始めたんで、そのまま待ち続けて乗せた感じですね。可愛いですけどね、ちょっとやばいっす。このままだったら俺は負けてしまう。心が折れそう。そうだ、朝ごはんを食べてないから釣れないのかもしれない。これ淵山君ルール聞いてます？3匹の合計の重さって聞いてますか？3匹の合計の重さ、はい。で前回私がちょっと微妙に買ったじゃないですか、はい。で今回淵山君が買ったら1勝1敗になるから、延長戦ですか次どこ。ニュージーかどっか。あ、次はでも順番的にあれじゃないですか、ドテラのエリアなんじゃないですか。ドテラでもいいけど、ニュージーランド行きたくない？行きたいです ね。ニュージーランドで平らばしてみたいですね。ニュージーランドで平らばってあれ。聞いてないやん。どこか行こうよ、南の島とか。南の島、種子島あたりで。種子島で、あ、タイいるね。すごいでしょ。ねえ、種子島、屋久島、屋久島とか。じゃあそうしますか。そうしましょうか。今まではあの玉野の湾内に入ってたんですけど、あのちょっとあのサイズが伸びないのと当たりが遠のいてたんで、ちょっと本航路側ですね、もう瀬戸大橋もう見えるぐらいのところまで来てます。水深は40メートルぐらいであまり変わらないんですけど、ちょっと潮の流れ出しを狙ってきてる状況ですね。はい。おお。おお。ヒット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 。よし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 。行ってるそばから来ましたね。今使ってるタックルはレッドフリップの 642B の UL ですね。
8月に発売になるモデルです。まだちょっとそんなに潮はいってる感じじゃなかったんですけど、船長が結構反応出てるよってことだったんで、それですぐ出てきました。おお、ナイス。よいしょ、はい、はい、ありがとうございます。はい、なんとか1本目取れました。ロッドはですね、レッドフリップの RF642B の UL 新しいモデルになります。乗せ調子の竿なんで、あまりですね、まあ、普段は僕はフッキングしちゃうんですけど、タイの動きに合わせてですね、追従してくれて、しっかりとレギュラーサイズのタイをゲットできました。460です。僕らだいぶちっちゃかったんですね、じゃあ。はい、2匹で1匹分じゃないですか、ほとんど。はい、あ、2匹で1匹分ぐらいだな。僕らだいぶちっちゃかったんですね、じゃあね、やっぱりね。ちょっとまだまだちょっと油断はできない戦況ですね。I gotta hit the beat. あー、くそ。いけいけいけ。いけ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 。お、きっと。だいぶついてきましたね。なんとか最後まで食い込ませましたね。一緒ですね。642B の UL ですね。ちょっと水深がね、同じぐらいだったんで、60g でやれそうだったんで、さあそのままでやってます。お、お、いいサイズ。おー、いいですね、全然いいやん。はい、ありがとうございます。おー、はい、じゃあ。はい、ありがとうございます。はい、そこの方からちょっと早めに引いてきたら、ぐーってこう重くなって、多分後ろついてきてたんでしょうね。でそのまま巻きスピードを変えずにずーっとやっていくと、ポツッポツッってちょっとずつ乗ってきてね、そのまま巻き続けると竿の穂先で乗ったような感じですね。これはちょっと期待できますよ。138、はい、いいところにかかってましたね。でもね、柔らかいところに。今のはかなり追っかけてきて、前当たりからちっちゃかったですけどね。はい。そうですね。先制攻撃できない。頑張ります。よっしゃ。お、来たも。中層に浮いてるやつでしたね。12メーターぐらいで食いました。これぐらいかな。そうだね。はい、はい、はい。はい、ありがとうございます。はい。ちょっとね、上の方を意識してやりました。上の方までできるだけ頑張って引いて、12メーターぐらいかな、12、3メーターぐらいで一撃で乗ってきました、ね。離しまーす。約30ですよね。針はこまめに変えましょうね。いい感じですよ。今使っているのがレッドフリップの 6102B の L ですね。本来ディープドテラ用で作った竿なんですけど、まあ、今この海の状況的にちょっと潮がちょうど止まっている。で、ミミイカが入っているんで、ミミイカが中層の流れにフラフラと流れているやつを捕食しているやつがいるかもしれないというところで、だいたい今下から30回転から40回転ぐらい巻いてます。で、そこそこの速度で巻き上げてるんで、短い竿であったり硬い竿であったりするよりは、まあ、このディープドテラ用のちょっとスロー気味に全体的に入るような調子の竿で高速巻きしてやって、
ガンと当たった時に強さの強さで弾くってことがないような感じにしてます。でこれで中層の魚を今狙っている感じですね。今使っているやつがレッドフリップの RF652S の L っていうモデルですね。で、まあ、既存の672S の ML よりもう一つ柔らかい手のスピニングです。まあ、ちょっと本来とはこれも違う使い方になるかもしれないんですけど、バーチカルで、スピニングモデルを使ってます。中層に浮いてる捕食しているものをメインとして食っている魚ですね、を釣ろうと思うとやっぱりそのベイトタックルで巻き取るよりは速い速度で安定して巻けるスピニングというところで、今ちょっとスピニングで、バーチカルのスピニングという釣り方でやってます。まあ、ベイトタックルよりもより安定して高速で巻けるってことですね。あとはもうフォールスピードがベイトタックルよりも速いと。おい、来たー。こんな感じですそうですね、ちょっと当たらなくなったんで、まあ、平場の重さをちょっと変えてみたのと、ちょっとスピニングに変えてみようかなと。今回、8月に新しく出るのはあのスピニングでも乗せ調子のモデルなんですけど、スピニングの一番のメリットってやっぱ投げれることなんですね。なんで水深が浅いエリアとか、潮が動いてない時とかに、ちょっと遠くに投げて斜めに引いてきたりとか広範囲探るってことができるのが、まあ、スピニングの強みなんですけど、前のモデルはね、その中でも掛けモデルだったんですけど、今回乗せモデルっていう形で、まあ、バーチカルでも比較的使いやすいですよね。柔らかい分どうしても硬いとこう手元にテコの原理で負荷がかかってくるし、まあ、掛けていける人はいいですけども、まあ、ちょっと掛けるのが苦手だっていう人でもね、スピニングでバーチカルで使いやすくいい竿になってますね。まあ、スピニングっていいとこもあれば悪いとこもあって、ね、平場の基本のその着底してすぐ巻き上げるタッチアンドゴーがまあしづらいっていうことと、あとどうしてもこうスピニングリールの構造上ね、リールに対してパワーがあんまりベイトに比べるとないので、あんまり深すぎるところだとやっぱり使いにくかったりとかするんで、まあ、だからバーチカルの浅場のエリアとか、まあ、ドテラでも浅いエリアとかだったらね、船が流れない時に、一本忍ばしておくと、だったらその攻略の幅が広がると思います。よっしゃ、あら来るなぁ。ちょっと俺ダメやなきゃ入れ替えかな。調子良すぎじゃない珍しいおお、はい、ありがとうございます。なんかもう揃っちゃったねって感じだったね。はい、5枚目ですかね。はい、これもちょっと入れ替えサイズですね。ちょっと潮が効き始めたんでね、そこの方ちょっとさっきよりもスピード落として巻いてみました。もうそこから 2,3 メーターぐらいですかね。もう着底して巻き上げた時がちょっと後ろから追っかけるような感じがあって、そのままぐーって持っていきました、ね、650。もしかしたら釣り竿も影響してるんじゃないかな確かにこっちから入ってるんですかね。釣ってない方が言うのもなんか非常に言いにくい話なんですけどもうなんかダメキャラになってきてるなんだったらちょっと釣り竿変えてもらえると助かるな。よし、変わりましょう。あ、ここなんかこう釣れそうな気がする上の方から見えるもんいやいやいや、マジでいやいやいや、関係なかったみたいですよ。マジマジで赤じゃなくて黒であれ、黒であれ
黒に変われ黒に変われ黒黒黒黒黒に変われあー赤や。はい、ありがとうございます。はい、こんな雰囲気になると思ったわ。はい、いいですね。1キロぴったり。なぜカメラを向けるんですか。ちなみに君、僕に足りないものは何だと思う。釣り座ですかね。釣り座ですか。場所変えたら釣れるんですか。何なんでしょうね。不思議ですよね、タイラバってね、本当にね。まあこれがタイラバっすよ。まだ終わってないですよ。そろそろ針つけましょうかね。渕上くんにとって今回の3機種の追加モデルは必要なモデルだった。必要でしたね、うん、特にあの6102のドテラの乗せモデル、うん、あれで、まあ、ディープタイラバすることが多いんで。そうよね。待ち望んでましたね。あ、本当。はい、これで大体揃った。揃いましたかね。うん、短いモデルもありますしね。うん、さあ来い、たい。もう一回来い。最後当たってましたね、めっちゃ。ね、お互い ね最後のとこで二人とも当たってるけど。遊ばれてる感じ。ねえ。おー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 よし。ワニやめ。ワニゴチ。どっちだ。よっしゃ。おお。おお。300はあるな。2倍だ。あれ美味しいですよね。はい、ヒット。早い。これ高いよね。早いですね。使ってる竿はレッドフリップの、RF462B の UL ですね。乗せ上司の竿です。まあ、ほぼそこで着丼で食いました。まあしっかり底順も動いてるんですけど、竿自体がしっかり追従してくれるんで、あんまり不安感はないですね。えいよー、ナイスー。やっと2枚目が出ました。めちゃ苦戦しましたけど、なんとか2べも、呼び水になってタイが釣れました。まだまだそのサイズ的には小さいですけど、この調子で3枚目頑張りたいと思います。使ったのはレッドフリップ 642B の UL です。どれくらい7220です。はい、ありがとうございます。頑張るよ、もうちょっと。6メートルまで上がった。さあ、おお、いたいた。おっとっとっとだ。あさあ来い。さあ、今私が持っている竿は RF の 5101B の ML です。かけ竿です。かけますよ。シャ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 。お、来た来た。いやでも入れ替えはないかもしれない。ねえ、そんな感じやね。あ、ちっちゃいですね。おお。まあそこからちょっと、まあ、ノーマルスピードで
巻いてきてどうかな、下から3メーターぐらいですかね。ちょっと可愛いですね。どうですか。もう基本的にはやっぱり昨日一昨日の夜からの雨が思った以上に影響していると思うんで、で本来であればやっぱり水が濁り出すまで2日から3日ぐらいかかるんですけどね、もう1日ちょっとで濁ってますよね。やっぱもう水上になると魚が浮いてこなかったりするし、で例えば今やっぱりポストとアフターとアフターの回復とか混在している状況なんで、もうなんかどれを狙っていいのか、どれが一番釣りやすいのかもちょっとわからない状態で、なんか難しいですね。でまた誰が選んだのか、今日大潮の状態で来てるから、もう潮がね上滑りするっていうか、トップ動いてるけどそこ動かないとか、かと思えば全体が動いてる、全体的にガンガン行ってたりするんで、まあその場所その場所でなんか攻め方が実際は変わってきてますよね。だから意外と淵上くんみたいにずっとオーソドックスにやってる方が2キロ超えてますか。いやー2キロはちょっと足りんかな。今使ってる竿がレッドフリップの、まあ、既存品になります。RF の 5101B の ML ですね。掛け上手の竿ですね。さっきからなんか触るんだけど食い込むまでいかないっていう状態になってたんで、もういっそのことをちょっと思いっきりかけてしまおうというところで掛け竿を出してきてます。1.8 ぐらいやね。おナイスサイズそこまではなかったけど、ふいふいふい、はい、取れました。同じポーズかな、こういうポーズでいくかなちょっと既存品の竿なんですけど、レッドフリップの 5101B の ML 掛け上手の竿で、ヒットできました。当たりが出ても食い込まない状況だったので、もうそれであれば思い切ってかけていこうというところで掛け竿を今回ちょっと出してきました。うまいこと言って1匹追加することができました。おでも、キロあるんだ。1000ぴったり。じわじわ迫ってきてますね、でもね。追い上げてきてますね。怖い。さすがに当たんなくなりましたね。ねえ。これぞ、バーチカルって感じやね。ねえ。潮がなくなると。はい、終了。はい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。絶好調だったんですか。初めてのフィールドでしたけど、ええ、ちょっと今日掴んでましたね、ちょっとね。掴んでました、はい、なんか神がかってましたよね。神がかってましたね、ちょっとね。バーチカルも楽しかったんじゃないですか。そうですね、やっぱりバーチカルはバーチカルの楽しみがあって、新しく出た64の UL も、はい、このバーチカルのね、これぐらいの深さのところにはすごいマッチしてるロッドだったんで、今日はとてもぴったり合ってたんじゃないかなと思います。全国いろんなところ行かれるから、はい、一本持って、はい、そうですね、使えると思います。いろんなところで使えると思います。そうですね、はい、これだけ既存のモデルと全部で、11アイテムかなあればOK かなと思いますので、全国的に網羅できてるんじゃないかなと思いますね。しっかり使い込んで楽しい釣りをしてもらいたいと思います。はい、はいはい、ではでは結果いきましょうか。結果発表で3匹のウエイトがビリリリリじゃん 2180g です。 2180g、はい、
超えてるかな。じゃあ、チェロ君どうぞ。はい、私の、3匹の重量は 3310g。 あ、僕の勝ちですね。いやいや、え、はい、え、僕勝ちじゃないですか。 G 大きいですもん。あ、本当だ、G はちょっと大きいですけどね。 G ちっちゃいですよ。いや、でも今回はちょっと僕に花を持たせてもらおうと思います、ね。あ、はい、了解です。まあ、前回、しょぼしょぼながら私の方が勝ちで、今回チェロ君が勝ち、はい、1勝1敗 1勝1敗ということで、ちょっと引き分けということで、これまた来年に持ち越しじゃないですか。来年に持ち越しですよ、これは。そうですよね、はい、またちょっと違うエリアでぜひやりましょう。そうですね、ちょっと違うエリアでまた楽しいあのタイラバーやりましょう。はい、ぜひお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、またお願いします。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。